こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。今日ね、サロンのミーティングがあって、なんかこう結構気づきがあったので、今このエネルギーの時にねお話ししたいなと思って今撮ってます。で、前回新世紀科学の動画を出した時に結構さ意味が分かんないっていう人がすごいいて。私さ結構なんていうのかなサロン始めてからやっぱりさそのなんていうのかなスターシードの人たちがこうグッと集まってるからそのエネルギーによってその自分のこうなんていうの進化っていうかそれが多分加速してるみたいなんですよね多分。だからなんかこうグーッとさ今までのこの数ヶ月の動画を見ていただくとどんどん私自身も変化してるのを多分見ていただく方も多いと思うんですね。そうこのね進化が早いからなんていうのかな分かんない人も出てきてるというかなんていうのかな、分かりづらくなってたりなんか何言ってんだろうみたいな人が出てきてるんだなとかあとはそのなんていうのかな、置いてかれるような気持ちになったりとかなんかそういうのもあったりするのかなと思ったので。分かりやすさとかねそういう伝えることがとても好きなのでこれからちょっと動画をなんていうのかなこういう自分の中で来てるものっていうのをプラスもうちょっと噛み砕いた形で分かりやすく出していきたいなっていうのをすごく思ったんですね。こういうこともやっぱりこう気づきとしてみんなからやっぱもらったりする人と関わることによってね特にスターシードの方だねだから、関わると本当に自分に今必要な、気づきっていうのをもらうからすごいありがたかったなっていう感じなんですね。でそうだな私がさこうやっていろいろ発信してると思うんですけど一番大事なのは自分自身の気持ちなんですよね。今自分がだから私が何か発信したことに対して、どう自分が感じるかっていうの私がこれはいいですよねって言った時に別に好きじゃないとか嫌だなっていう気持ちがもし出たらその気持ちを大事にしていくっていう感じなんですよ。もう例えばあきこさんが言ってるからこれをやらなくちゃとか誰々さんが並木さんが言ってるからだとかね、なんていうのかな影響力のある人なんか結構有名な人がスピーチュアルのリーダーみたいな人が言ってるQ さんが言ってるからとかかな、なんかそういう感じでこの人が言ってるからそれがその通りにしなくちゃとかその通りになってない自分を責めるとかもうそういうね時代は終わったんですよね。もうそういう進み方をする時は終わったんですね。それで自分がどういうふうに感じるかっていうそこを頼りにこれからは進んでいく時だから、私がどういうふうに発信してるかっていうことをに対してどういうふうに捉えるかっていうねそこにねフォーカスしていただく意識を向けていただきたいなってすごく思うんですよね。そこがすごいやっぱり大事なんですよ。自分がどういうふうに感じてるか、この人が言ったからその通りにしなくちゃっていうことは全然ないっていうことなんですね。ステップがやっぱりそれぞれあるっていう感じです。で今、このねアセンションの時でかなり例えばこういう私がさ発信することがなんでこんな加速してるかっていうと軽いんですよね。軽くなっちゃってるんですよ。だから重いものをもうブロック解除とか、私本当コツコツともう数年かけて取ってきてるんですね。でそれによって重いものがもうバーンってなくなっちゃってるから軽くてビヨーンっていっちゃうんですよね。ビヨーンっていっちゃうんだけどそうこの重いものを持ってると要はなんか今進みづらい自分自身もなんていうのかな進めないなとか苦しいなっていう今まではそういう分離を体験してて苦しさとか体験するのが地球だったからその苦しさっていうのは持っててよかったんだけど今はもうそれを手放して外して軽く進む時なんですよね。だからそういう重いものを持ってる人っていうのはあと進みがうまくいかないななんかいろんなことがうまくいかないなって思ってる方っていうのは自分自身が重い周波数のものを手放す時だっていうことに気がついていただきたいなと思います。でそのやり方っていうのは、ブロック解除動画の中で YouTube の動画の中で出してますので、バシャールのブロック解除をやってみたりとか並木さんの統合のワークをやっていただいたり、いろんなワークがありますので、それでどんどん手放すって感じだね。でね、私も最近ね、そうだな、なんか出てきた時にここあるじゃん、ここをもうパカッと開いたような意識になっていただいて、でもずっとその苦しさとかがこうずっと出続けるって自分が意図するんですよ。そうするとずっと出てくるんですね。もう勝手に浄化されていく、もう自動運転みたいな感じで意図するっていうことなんですけど、これがね今一番なんていうの、手っ取り早いしそれだけ勝手に出てってくれる、出てくって意図をするのは自分自身の健在意識、自分自身のがこう司令塔だからね、出てくって意図してもどんどん出しちゃうというとも、そういう重いものを持ってると軽いこの時代に合ってないんですよ。合ってないし、今は本当手放す時だよって教えてくれてるってことだから、それをやっていただく時なんじゃないかと思いますね。まあ、どういうふうにやるかっていうのは動画を見ていただければリンク貼っときますので、それでやっていただければいいと思います。でそれをさ1個2個やるんじゃなくて、たくさんやるっていう感じね、たくさんやったりもう自動運転って決めてやっていくみたいなそういう感じでやっていただければいいと思うんだけど、もうね重い周波数を持ってると生きづらさが加速すると思うんですよ。もっともっといいことも加速するんだけど、悪いことも加速するから、もう何て言うのかな、取る時だよっていうことだし、現実化が早いからね、手放さないと苦しいと思うんですよ。そんな感じかな。分かりやすくさやっぱ説明することってね、なんかこれからさできなくなっちゃうかもしれないなと思って、だから今のうちにちょっとこう私もなんていうのかな、どこまで行っちゃうか私も分かんないんですよね。なんか飛んでっちゃうんじゃないかみたいな感じでなんて言うんだろう、どんどん軽くなっちゃって楽になっちゃって、なんていうのかな、きっと私はなんかやりたいことがあってね、今世こういう地球に生まれてたり、こう山岸晶子っていうナヤックっていうんですけど、晶子っていう、こう生としてね生まれてきて。何かやっぱりやりたいことがあって生まれてきてるんだと思うんですよね。でそれをやりたいことの方っていうのが結構やっぱ宇宙のことだからベーンってさ行っちゃいそうなんですよ。で行きたいんだけど行ってるんだけど今じゃないとやっぱ発信できないその感覚、そう例えばさ今日ちょうどねみんなで話してた時にもう数ヶ月前が思い出せないんですよね。なんかわかるんじゃないかなこの感覚だから。明らかにこう進みがみんな早いんですよね。このなんて言うんだろう、これだけ変容してきてる、だから自分の次元がどんどん上がってきてるんだと思うんですよね。そう数ヶ月前の自分の周波数と今の周波数が違うから思い出せなくなっちゃう、合わなくなっちゃうんですよね。だから過去さ私がすっごい苦しくて旦那さんと別居してた時の意識と今の意識っていうのがやっぱり次元が違うものだから全然共感できないんです。ですよね。自分が何年前だっけ、旦那さんと別居しててもう廃人みたいにこんなになってた時の意識に戻れないんですよ。もう戻れないっていう感じなんですね。だから光は送るんだけど、そういう感じでどんどんこう自分の次元が上がることが必ずやらなければいけないとか早くやらなくちゃってそういうわけではないんだけど、それが私やっぱりこう好きで。だし、苦しかったから軽くなりたくて、それで手放していったらどんどん軽くなっちゃったよっていうそういう感じなんですよね。だから苦しさとかをやっぱ持ってる方っていうのは本当にね今とことん手放していくといいと思います。そして、自分自身のペースでやるってことだね。誰かが何かを言ってるからっていうことにもう人のせいにしないっていう感じ。自分の中の内側にもう全部の答えがあるし、自分にとってどうなのか、この人の言ってることは自分にとって響くのかとか、自分にとってどういうふうに気づきがあるかとか、もうそれだけが大事なんですよね。目の前に見えてる人なんて幻想ですから、私だって幻想ですからね。晶子なんて知らねえよみたいな感じでいいです。だけどこで何かその時に自分が捉えるなんかその感覚、この感覚だけを頼りに進む時なんですね、一歩一歩。そう、自分がどう感じてるかっていうことにフォーカスしていただくこと、あとはやっぱりね、こう意識をやっぱりどんどん広げていくっていうのが大事だと思うんですよね。私たちってやっぱり地球で枠っていうのを経験してきてるから、どうしても意識が小さくなってるんですね、小さい意識だから、日本にいたらずっと日本の中の価値観の中でずっとこう小さくなってるんだけど、それをちょっと世界に広げるとか宇宙に広げる、だから世界に広げるっていうのはもうそれ地球規模になってくるから、大きく感じるかもしれないけどもうね、飛ばしちゃって宇宙規模にするといいと思うんですね、もしそっちが好きだったらね、私はそうだったんですよね。まあ、世界も好きだったんだけど、宇宙規模にしちゃったらもう世界っていうのも小さく感じるっていうか、世界も結局もうなんだろう、たくさんある星があって、その中にさ地球っていう星があるとすると、もう地球の中の人みんなもうファミリーみたいな、そんな感じになっちゃうよね、星で考えた時に。そうそうそう、だからもう世界規模っていうのもなんか別になんて言うんだろう、だけどこの地球の枠で考えた時にやっぱりこう世界規模っていうのはなんかすごく大きなことのように感じるんだけど、その規模感を自分の感覚ででいいんだけど、少しずつ広げていくといいと思いますね。そうすると自分自身が軽く解放できるんじゃないかなって感じだから、重い周波数を手放すことと、あとはその自分がちょっと感覚的に規模感を広げていくことをしていくといいんじゃないかなと思いますね。あとはあれだね、自分自身のその感覚だけに集中って感じ、自分の感覚に集中できないんだったらその情報を入れない方がいいっていう感じかな。本当にね、そこを頼りに進む時だから、私もそう本当に自分の感覚を頼りに進んでます。もう暗闇の中を進んでますね、進んでるから、もう頼りになるのはハイヤーセルフなんですよ、ハイヤーセルフの、と二人三脚っていう感じかな。今スターシードの人たち、ヨシさんとかもねサロン一緒にやってて、あとはスターシードの人たちもたくさんいるから、その人たちから来るインスピレーションもたくさんあるんだけど、メインはやっぱり自分自身なんですよね。自分とハイヤーセルフ、ここのやり取りが、だからハイヤーから来るものって直感とかインスピレーション、直感ですね、直感とか感覚なんですよ。感覚が、鈍くなることがすごく私は怖い、鈍くなることをしたくないっていう感じだから、鈍くなりそうだったらあんまり情報入れないとか、そういう感じでこう自分のペースを保つようにしてますね。はい、分かったかなそうだから英語の勉強もさ、勉強っていうか喋ったりするのもやってるんだけど、やりたくない時はやっぱやらないし、ここすごい大事よくね、毎日やんなくちゃとか、なんていうのかな、自分のペースでやりたいなって思った時はやるけど、やりたくないなと思う時はやらないっていう、これすごいやっぱ大事にしてるんですよね。そうこの辺りのところを大事に進んでいただければいいんじゃないかと思いますね。なんかこういう発信を今何月だっけ、11月か、今年中ちょっと意識して分かりやすく説明していきます。来年になった時にまたほらどんどんエネルギーが私も変わっていくんですよね。私ね、変わることっていうのがすごい好きなんですよ。要は宇宙って変化していくものだから、変わっていく、どんどんこれなんで変わっていくかっていうと、ハイヤーセルフとのつながりが太くなってるんだと思うんですよね。だから結局ハイヤーセルフっていうのはほら、アラジンと魔法のランプでいうと魔法のランプみたいなものだから、現実がやっぱりどんどん変わってくるんですよ。自分がどんどん解放されてきて、変わってきて、なんていうのかな、今いるところからどんどん変わってくるんですね。でこの変わってくるっていうのがなんかすごい感じするじゃないですか、大きくなってきたりすると。これが本当の私たちなんですよね。私もなんでこうやってもっともっと拡大していきたいかって思ってるかっていうと、見ていただきたいんですよ。それだけの自分の力がみんなにあるよっていうのをやっぱり証明していきたいっていうものもすごいあるし、私も自分で見たいっていうそれもあるしっていう感じなんですね。そうだからこの自分が変化するっていうことにも、それも手放す、変わることに対して手放していただきたいなと思います。私もどんどんその怖いけどやるよみたいな感じで楽しんでやってますし、そんな感じかな。はい、またね、何か気づきがあったらいいなと思って今配信しました。いつもありがとうございます。あとなんかこういうこと話してほしいとかあったらコメントに書いていただけるといいかな。うん、なんかもうそういうことに対してどんどんさ、だからなんだろうな、意識が向かなくなってきちゃうんじゃないかなっていうところがちょっとあるんですよね。うん、なので今年はちょっと分かりやすく説明するっていうところを少し意識してやってみようと思いますので、よかったらコメント欄使っていただいてご要望とかください。よろしくお願いします。ではでは。